渡辺選手サンライズでも見てかなりボールキープするところとかゴール前の迫力があるなと思って、まさに今日1点目スーパーだったなと思うんですけど、振り返っていかがですか？やっぱりあの自分の得点でチームが勝てたのでとても嬉しかったです。あのゴールシーンちょっと振り返ってもらうとどんな感じですか？あれはあの自分からじゃなくて、うん、味方が出してくれたパスと、あと決めるだけだったんで、うん、それを決めただけです。ご自身のその武器とか強み、やっぱその前線の力強さとかキープできるところかなと思うんですけど、はい、そこはどういうふうに考えてますか？やっぱり自分のフィジカルを生かした迫力あるプレーとか、うん、ゴール前での決定力とかを武器にしてます。今大会、まあ、ベスト4まで行きましたけど、振り返ってみて、なかなか連戦できついところもあるかなと思うんですけど、連戦の中で成長している部分とかどうですか、そこのあたりは？自分の調子が悪かった時に調子を戻すための、仕草ちゃう行動みたいなのを自分で決めて、それをできるようになりました。このチーム穴がなくてタレント揃いのチームだと思うんですけど、そのセンターフォワードっていうところでどういうプレーを意識してるんですか？ゴール前では自分のプレーを発揮して、うん、あのゴールから遠いところは収めて味方を使ってっていうプレーを意識します。まあ、あと2つっていうところですけど、個人としてチームとしての目標を最後に教えてもらっていいですか？個人の目標は得点王なんで、それを目指しながら優勝できたらいいなと思ってます。